多分乾かしただけだと、こんな感じ。ああ、はいはいはい。ない。それぐらいだったらギリギリセーフです。ただこれも木村さんが内巻きにしてるんで、アイロンでもいいので内巻きにした方がいいかなって。けど前髪はいつもやってる感じです。今日もやってました。今日ほとんど落ちちゃったんですけど。うん、その流れでこうやってこうやってができるならいいと思います。わかりました。結構いきますね。切りましょう、はい、はい、お願いします。はい、くみちゃん、ましです。今日は、しなつみちゃんに来てもらいました。あーちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日、バッサリ、はい、切っちゃっていいんですか。はい、イメチェンします。短くボブにしていきます。もう楽しみです。はい、じゃよろしくお願いします。お願いします。結構いきますよね。横にボリューム出した方がいいんで、ここにちょっと丸みを出さないと同じにはならない。結構直毛に近いので、あちゃんの髪がちょっと固定というか早めに入れた方が力づけられます。ただ襟足がちょっと短いんで自分にやるのは難しいかもしれないんで、ちょっとあえて襟足を短めで上に毛をかぶせるような感じにする方がセットしやすいかもしれないです。じゃあちょっと切っていきます。お願いします。つるっとしてますよね。いや、短いのいいですね。ありがとうございます。よかったって。きつかったね。いや、短いのもいいですね。まあ、ただやっぱりヘアカタログとかヘアメイクさんがこうアイロン入れたり固定入れたりして乾かしただけだとその形にならないのはもう 100% なんですね。なので今日はアイロンのやり方をレクチャーしていきます。はい、今回はあえて襟足は内に入れなくていいようにこの内側の部分あえて短くなってます。で上からこうかぶさるような感じになってるので、このつかみやすい上の部分だけをアイロンで内に入れるような感じです。このままだと草間みたいな感じでメリハリがない感じなので丸みをつけてでボリュームをつけていきます。まあ、こうアイロンを通して下にボリュームを出してちょっと可愛らしいイメージに変えていきます。まあ、今だいたいアイロンの温度は結構低い方がいいですけど、まあ、140度ぐらい、まあ、低ければ低いほど髪にはいいので、130度とかでできる場合は130度とかでやってあげてください。大体幅7、8センチ持ってあげて、そこの部分を挟んで手首を使って丸める。そのまま毛先に持って通していきます。そうすると丸みができます。一緒に向かっていくと徐々に髪に厚みが出てくるので、このサイドの部分っていうのはこの頭頂部からこの耳上までしか距離がないんですけど、後ろに行けば行くほど襟足が含まれてくるのでどんどん距離が増えてくるので、毛束を下で持っても厚みが出てきちゃうんですよ。なのでちょっとずつ細くしていってあげてください。この横幅を5センチぐらい持ってあげてまとめて持って同じように基本動作は挟んで手首を曲げてそのまま毛先まで下ろしていく。これをやります。挟んで曲げてそのまま毛先まで下ろしていく。そうすると毛先が勝手に変わるされた状態になります。じゃあ次反対側は手前側につけたんで2番目で、どうですか、できそうですか。できそうです。わかりやすい。で、毛流れ的にあーちゃんの場合右側が前を向きやすいんですよ。前に下地を向きやすいので、普通にこう顔の方に向かって内にするんじゃなくて、ちょっと後ろめにアイロンを顔の方に向かってやるんじゃなくて、ちょっと後ろ向きにアイロンをこう入れてくる感じにすると毛先が前の方に向かずに顔の方に向かって入ってくるので、それをちょっと意識してみてください。なのでこっちに向かってやるのか、ずっとなんでだろうと思ってたら、うん、こうやればいい。そうですね。自分でやるときはこっちの顎の方に向かってやるんじゃなくて、こっちの首元に向かってこう曲げるような感じ、うん、毛束を持ったら首に向かって腕の方に向かってアイロンを曲げるような感じです。
ですね。左側が跳ねちゃう場合は、同様に自分の体に向かって手首を曲げてあげるっていう意識をすると前の方に向かっていきます。で、あとは手探りで後ろのまだアイロン通してない部分を手に取って挟んで手首を曲げる。で、そのまま下ろしていく。で、さっきも言ったように後ろの部分は毛の厚みが多いんで、挟んでゆっくりめにじわーっと毛先にアイロンを通していくとしっかり熱が当たってくるので、あんまり早いとカールが弱い度があるので気をつけましょう。はい、まだこの部分は巻かれてないんですけど、この部分を後ろはこまめに手に持ってあげて挟んで手首曲げて、ちぎる、まあ、あとは襟足の部分ちょっと自分の指で探してあげて、長い毛が残ったらその部分だけを指で掴んで内に入れてあげてください。まあ、今下に降りた状態でアイロン通したんですけど、これだけでもまあ全然いいんですけど、それプラス表面をちょっと取ってあげて、この部分にさらにアイロンを軽く通してあげると全体的に丸いシルエットが出来上がります。まあ、ここら辺が丸みが出るので表面にちょっと丸み出したいとき、右が結構べったりしてるんですけど、左がちょっと丸みが出たのが分かります。表面の部分をこう毛を取ってあげて、この部分に熱をこう通してあげると全体的に丸いシルエットに仕上がります。こんなに変わるんですね。うん、右側はべったりしてますね。うん、ヘアワインの毛先だけを軽くさせたんで、左側ワインのコースに熱を出したんでちょっと丸みが出たんで、どっちかというと可愛い雰囲気になります。うん、右側も同様に分け目から表面 1,2 センチ取ってあげて、ここに熱をなでつけてあげる。こういう感じで、はい、こうやってちょっと丸みが出るだけでだいぶ可愛い雰囲気に変わるので、やってみてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、だいぶイメチェンしましたね。最高です。本当ですか？本当に今年一嬉しい。本当ですか？12月ですけど今年一番のこれ以上ない。やった。本当にすごい。ありがとうございます。いやけど似合いますね、本当に。もっと短くてもいいぐらい。ここまで短いの久々だから良かったです。ね、これからまたちょっと違ったアレンジとかもできるんで、ちょっと教えていきたいですね。お願いします。はい、こんな感じで椎名厚美ちゃんのイメチェンでした。椎名厚美ちゃんのチャンネル概要欄に貼っておくので、そちらからぜひ飛んでください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございます。